海星中学校、高等学校。海星中学校、高等学校。海星中学校、高等学校は、東京都荒川区西日暮里4丁目に所在し、中高一貫教育を提供する私立男子中学校、高等学校である。高等学校では、高等学校第一学年に限り、中学校から入学した内部進学生、休校生と、 高等学校から入学した外部進学生、新位高生を別クラス5組6組にするが、高等学校第2学年からは、休校生と新位高生を混合したクラス編成とする、併設混合型中高一貫校。長年東京大学合格者数が日本一であることで知られる。1学年の生徒数は中学300名、高校400名となっている。 改正を関する学校は他にも多数存在するが、本校で取り上げる、改正学園の学校と歴史上関係がある。学校は、図書改正中学校、高等学校にられる、下記参照。校風は出日合憲、運動会、水泳学校、ボートレース、筑波大学附属高校との対抗戦、マラソン大会などの硬派な行事が、改正の特徴を表している。 初代校長は、元総理大臣、大倉大臣の高橋小暦よ、東京大学合格者数が37年連続で、首位、1982年から2018年であり、近年では、慶応義塾大学、早稲田大学それぞれの合格者数も首位である、下記参照。1871年、加賀藩の洋学、法術、海洋学の講師から、 小石川造平氏頭になった佐野叶良によって、神田和次長の愛用橋、現、昌平橋に、恐竜学校として創立された。この時代の卒業生に、高田佐奈良がいる。佐野の死後には、廃校同様となったが、1878年に、大学予備門の教師をしていた高橋惠紀夫が、校長、鈴木智らが、講師に就任し、 大学予備門への進学者のための寄宿制の受験予備校として、改革、英学科と和漢学科の2科の3年制、予科1年、本科3年と定めた。コレキオが校長に就任した翌年の1879年には、教立学校からの大学予備門入学者が定員466名のところ、実に112名に達した。以降も、東京英語学校、現、 日本学園中、校や成立学者などと共に、一校への合格者数上位校として知られていた。1886年及び1891年の中学校例交付により、一府県一中学以上と定められたことで、東京に受験生が集まらなくなった。私立各校はのきなみ経営が傾いた。そのためもあって1891年の尋常。 中学校令により尋常中学強立学校と改組、改称。さらに、当時観光立校に対してだけ認められていた、在学生に対する徴兵猶予や高知に対する免税、卒業生の犯人犯人用などの特権を得る、弁法としての有利な条件も働き、あまたある私学のうち、まず強立中学、現、都立と山高校が、ついで強立学校、改正が、 東京府の管轄下に入った。1895年にはそれぞれ東京府上北尋常中学校、東京府改正尋常中学校と改称した。この時、公明が共立学校から改正となったのは東京府当局が共立と不立は相入れないとして色を示したためだとされている。さらに中学校例改正により1899年に 東京府改正中学校と改称。改正という名称は、駅、刑事殿にある、夫駅怪物政務という言葉が由来である。ま間もなく、各種特権が、私学にも与えられるようになったこともあって、1901年に、府の管轄から私立へ服して、私立東京改正中学校となり、1919年に、東京改正中学校と改称。 1903年には改正よる学校を併設。1945年には選挙区悪化のため無試験入学となる。翌1946年には入学試験が再開されるが、筆記試験が復活するのは1953年のことであった。戦後、学生改革により、1947年に新生中学校、改正中学校が発足し、 1948年には、新生高等学校、改生高等学校が併設され、旧生5年生中学から新生6年生、中高一貫の改生中学校、高等学校へ行使、現在に至る。また、現在の道館山の高地に移転したのは、関東大震災により、淡路町校舎が消失した1924年のこと。 1920年に初めて行われた東京高師附属中学校、現筑波大附属高校とのボートレースは現在行われている。2021年の創立150周年の記念事業として高校振興者建築を計画している。学校の方針に基づき行事や部活動の運営、管理は生徒に任せられる。特に運動会や文化祭においては、 教員が行うことはほとんどない。高3の運動会を終えて本格的な受験勉強を始めるという生徒が大半で学校側もそれに合ったカリキュラムを組んでいる。運動会では中1から高2までを全て高3が指導するので入学当初から常に上下関係を重んじる体質となっている。東京大学合格者数が37年連続で首位である。 近年、一学年400人のうち半数弱が東大に合格している。また、総計にも100人前後が進学しているため、一学年の7割程度が東大、総計に進学しているいうことになる。2018年度の大学合格者数、老人含むは、東京大学175名、理30名、慶応義塾大学177名、医20名、 早稲田大学230名である。2018年度など、近年では、総計の合格者数がそれぞれ主位になることが多い、ただし付属校を除く。関東圏以外の大学では、京都大学が10名、い、い2名である。1920年以来、毎年4月に、ボート部の部員により、戸田想定上にて改正と筑波大学付属高校の、ボートレースが行われている。 現在の種目は、脱出機クオドルプル、両手こぎ4人乗りである。平成に入って、以降8勝21敗と大きく負け越しているが、2010年から2012年に3連勝している。2018年は3年ぶりに負け、2018年、現在の通算成績は45勝45敗である。高三が下級生を指導し、改正の伝統や想定技術を身につけさせる。 例年5月の第2日曜日に行われる改正最大のイベント。生徒運営の運動会準備委員会、略称、運順、運動会審判団、略称、審判、運動会審議会、略称、審議会、運動会記録委員会、略称、記録の下、高3が中心となって、例年丸1年をかけて作り上げられる。中中合同で行われ、高校はクラスごと、 一組から紫、白、青、緑、大黄、赤、黒と色が割り振られる、中学は各クラス5.6人ずつ縦割りで、前日の8組に分ける、中学は7クラスのため、各組の運営は降参に委ねられ、下級生の指導も降参が行う。なお、2018年度、147トン H の優勝は黒組である。昼休み、各組のは、 毎年、在校生の応援席、桟敷の上に、アーチと呼ばれる絵を描く。運動会に来た観客による、投票、運動会準備委員会資材係によって実施される、で一番だった組に、アーチ賞が授与され。また、各組の高3は毎年、組の応援歌であるエールを作る。このエールは、開会式において歌われる。また、アーチと同様の投票によって一番だった組に、 エール賞が授与され、エール賞を受賞した組は、閉会式の際に、もう一度歌うことができる。なお、2018年度、147トン A1 の、アーチ賞は緑組、エール賞は白組である。運ん委員長を中心とする委員長団と各係、C、チーフによって構成される、運ん総務のもと、うん各係に所属する生徒が、運動会の運営に貢献している。 以下、副新班長。中3と高2では、修学旅行と呼ばれる。行き先や日程などは、生徒が主体となって決める。生徒自身が、旅行会社との交渉を行うこともある。中1は、富士山方面。中3は、京都、奈良に行くのが慣例となっている。毎年7月、千葉県立山市の施設で中1が参加する。100年以上の伝統を持つ。 もともとは水泳部が宿であったが、2006年に11大賞の行事として復活させ、翌年に宿舎が新しくされた。東日本大震災以降、津波の心配から任意参加となった。現在は2泊3日で行われている。毎年9月に開催され、改正祭とも呼ばれる。生徒運営による文化祭準備委員会、略称文人氏、文紀都市のもと、 文化系の各部や同好会、サークル、有志などが参加団体、三段として参加し、日頃の研究成果の発表やパフォーマンスなどが行われる。一部の運動部は、グラウンドや体育館を利用して招待試合を行う。また、古本市も開催され、教職員などが本を寄付する。入場制限はない。多くの生徒は、高2の文化祭から12月にかけて部、 サークル活動を引退する。そのため文化祭は、代代わりの象徴的行事としての性格もある。高山は、文化祭への参加は任意であるが、参加しないのが慣例となっている。荒川河川敷を利用して行われる。1903年に始まり、はじめは、中山道を経由して、菅も大宮間で行われていた。その後、江戸川河川敷など何回かの変更を経て、 現行のコースとなった。距離は、11が5キロメートル、12、三が6キロメートル、高校生は8キロメートルである。冬のスキー学校は、毎年12月、春のスキー学校は、毎年3月、長野県の菅平高原にて4泊5日で行われる。1960年に始まり、かつては、長野県の乗倉高原で行われていたこともある。希望者のみ。 スノーボードを受講することも可能である。学内には50の公式部及び19を超える同好会がある。運動部は運動会で利用される第2グラウンドや小体育館、小行動、大体育館、テニスコートなどで活動する。ボート部は2017年3月の全国高等学校選抜ボート大会脱出キクオドルプルで4位、2018年7月の 全日本中学選手権競争大会、ダシ出機クオドルプルで優勝の成績を収めている。公式野球部は2005年夏の全国高等学校野球選手権大会で東東京大会のベスト16に入った。文化部では全国大会で優秀な成績を収める例がある。俳句部は俳句甲子園、全国高校俳句選手権大会で17回大会の うち8回の優勝を誇るほか、弁論部は全国中学高校ディベート選手権に例会中12回出場し、20回大会では中学の部で全国優勝という好成績を収めている。国際科学オリンピックでは国際数学オリンピックや国際科学オリンピックなどに同校の生徒が日本代表として検査れ、好成績を収める例がある。近年では、 全国高等学校クイズ選手権、日本テレビ系で、第30回、2010年、第31回、2011年、第32回、2012年で史上初の3連覇を達成した。囲碁部は、全国高校囲碁選手権大会団体男子の部において、第35回、2011年、第36回、2012年、第37回、 2013年で3連覇を達成している。東日本国際大学附属小平中学高等学校という学校が2000年、福島県いわき市に新設されたが、開成学園と人的、資本的なつながりはなく、無関係。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。